最初から知ってたみたいに僕の痛いところを見つけて手を当ててくるから、君はきっと未来から来たんだろう。いらない思い出だらけの僕の頭を君は笑ってた、抱きしめてくれた。今君の手を握って、できるだけ目を見て、こんな前にしてよかったら残りの全部まとめて君に全部あげるから、きっと人を思うことも大切にするってことも大げさじゃなくて君が教えてくれたんだよ。だからもう僕は君のものだ。のしごやのチャンネルをご覧いただきどうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録や他のメディアでもシェアいただけると幸いでございます。今後とものしごやをどうぞよろしくお願いいたします。